ます。普段ね、いたずらチョコレートというコンビでやらせていただいてます。本当はねコンビなんですけど、今日はねピンでやらせていただきますけども、ピンでやるにあたってね、何やろうかなと思って一人でできるもの、考えました。落語やろうかな。落語ね、ここで若いお客さん多いんでね、聞いたことないんじゃないかな。落語やろうかなと思ったんですけど、一丁一丁でできるもんじゃないんでね、落語は今日やります。じゃあ何やろうかなと思ったんで、じゃあせっかくなんで特技を披露しようかな、と思って今日持ってきました。ハサミと紙ね、じゃんけんじゃないですよ、パーとチョキと、震えてますけどね。ほんで紙切りってことですね。紙切り、紙を切ってその何か表現する、まあリンゴだったらリンゴとか、まあ達人の方いらっしゃいますよ。僕もね、趣味に毛が生えた程度なんで、まあ、温かい目で見ていただけたらなと思いますけども、じゃあせっかくなんで、テーマいただいて、今日よく喋る方、どう？何でもいい。仮面。あ、いいですね、仮面。ちょっと何言ってるか分かんない。Nintendo DS 作ります。Nintendo DS 作ります。ね、Nintendo DS、ドラクエ、ポケットモンスター、いろいろあります。いろいろありますけども、Nintendo DS、はい、できました。Nintendo DS です。見事なパカパカ。ね、せっかくなんでやります。タチペロじゃん。そう、予想以上にね、喜んでもらえてありがたいです。これだけじゃね、ちょっと芸がね、小話なんかさせていただきたいと思いますけども、世の中にはね、おかしい人っていうのはたくさんいます。まあ、うちの相方もね、そうなんですけど、先日ね、相方とネタ合わせしてまして、渋谷のね、某ファミレスでやることが多いんですけど、でネタ合わせしてるとね、やっぱ長い時間やってるとアイデアも出てこなくなって、若干飽きてきますんで、2人でなんか遊ぼうかで2人で考えました。何しようか。さあ、相方がおもむろに立ちまして、ドリンクバーの前に行きまして、急に、いらっしゃいませ、ドリンクバー急にお客さん もらって急に作り始めて、でウーロン茶がウーロン茶入れて、コーラならコーラに、でそれ面白いから僕も加わってます。二人でいらっしゃいませ、たまにちょっと店長とバイトみたいな感じでね、ふざけんなっつって怒ったりとかしてたんですけど、そしたらやっぱり10分16分しましたら、まあ、店員さんにすいませんお客様とつまみ出されまして、まあ、席の方やっぱダメかと、あやっぱダメかっつって二人で考えて、でもなんとかこの店盛り上げたい、ちょっとバイトの気分、なんとかこの店盛り上げたいなっつって、じゃあこうしようって言って相方がね、さあ今度はね、何するかと思ってお客さんがついでそれを持つでしょ、そう持った瞬間に、なんで持ってんの、急にコールかけ始めて、なんで持ってんの、飲みたいから持ってんのって言って、お客さん意外と飲むんですね意外と飲む。これがまたウーロン茶とかオレンジジュースとかその辺だったんですよ。これ最悪なのがコーラとかメロンソーダ、これ炭酸シュワシュワ系一気にできないですからね。でもね、意外と飲むんです。これまた飲む、意外とでね、さらに最悪なのがホットコーヒーね、マグカップで一気ですからね、もう最悪だ、あっちあっちっつって最悪ですよ。でさらに最悪なのが友達の分持ってこようとしてるやつで、これご飯10杯ありますからね、最悪ですよ。でもね、飲むんですよ、意外と。これがまたというわけで、この辺で終わりにさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。